トラックアンドドロップするときによいしょっていうやつなんなん。どうもポメキチパパだす。新しいルンバが届きました。今使っているのは10年前のものなので買い替えます。古いルンバは別の場所で使うよ。開かない。ハサミでテープを切ったよ。出ました、アイロボット社のルンバ J5。これルンバ、新しいルンバ。あ、ルンバ嫌い？嫌いか、うるさいから嫌い？さっぱりわからない。あった。ひっくり返ったカブトガニみたい。隅のゴミをかき出すブラシ。テーブルと充電ステーション。フィルター。これは充電ステーションの底に敷くみたい。旧式にはなかったものだ。なんと水拭きもできてしまう。これが旧式。ブラシが折れていてボロボロ。機能面もかなり劣るみたい。時間がかかるみたい。光がぐるぐる回っていたら充電中。起動してみる。音が違う。こら静かに。召喚しているぞ。うわー、掃除してるだけ。悪者じゃないよ。ちょっとした段差は乗り越えます。前のルンバでは使えなかったアプリが使えるのが特徴。部屋の間取りを記憶するマッピングランという機能があるみたい。間取りがちょっと違う。電気をつけないとダメだったっぽい。後でやり直すとして、今回はこれで使ってみる。侵入禁止エリアを設定できる。玄関には行かないで。前のルンバはこの置物が必要だった。バーチャルウォールを作ってここから先は行かないようにしていた。ポメ吉が甘えん坊モードになっている。風呂場も侵入禁止に設定しておこうかな。
ロボット掃除機はいろいろあるけど、やっぱりルンバが王道で好きです。疲れたポメ吉は睡魔が襲ってきたみたい。だんだんまぶたが重くなる。おやすみ。次回は拭き掃除機能を使ってみる動画だよ。今日はこれでおしまい。バイバイ。